今回は、こちら CFD ゲーミングの M.22280SSD を購入したので開封レビューします。購入先は Amazon で 28,869 円でした。 M.2 タイプで PCIe Gen4 に対応した高速のドライブとなっておりまして、容量が 2TB です。 2TB で 28,000 台で買えるとは、まあ安くなりましたね。スペックはリードが 4950MHz、ライトも 4350 とめちゃくちゃ速い SSD となっています。で、これなんで購入したかというと、前回 M.2SSD レイドがぶっ壊れまして1本壊れちゃったので、これをまあ起動ドライブ用として使うことにしまして、こちらの製品購入しました。起動ドライブ兼動画編集のファイルもそこに置いて編集するので、大容量の 2TB にしてみました。で、パッケージはこんな感じです。では開けてみます。開けるとはい、SSD のみ入ってまして、付属品はネジなども特に入ってないようです。では早速パソコンの方に取り付けていきます。で、 M.2 ドライブの方を交換していくわけですが、今、ここに、2本見えてますが、まあこの2本のどちらかが壊れてます。で、今回は PCIe Gen4 のスロットということで、こっちの HyperM.2 スロットの方に挿しますので、まあ、とりあえずこっち引っこ抜いて入れ替えます。とりあえずこの位置だとグラボ抜かなくても取れそうです。今度は CFD の方をこういった形で挿しまして、これで M.2 交換し終わりました。ではこれでちょっとパソコン電源入れてみます。BIOS の方を起動しまして、はい、今回入れた CFD の SSD が 1.8TB で、このように認識してまして、で、このプレクスターの SSD も、このように見えてます。ということで、まあ多分このプレクスターの SSD、生きてる方なので、このドライブは残して、こちらのドライブに Windows 11、もう一回再インストールしていきます。この短期間で OS 2回インストールすることになるとは思いませんでしたが、まあ、とりあえずやっていきます。で、保存して再起動。で、今、Windows ブートマネージャーって、これプレクスターの Windows 残ってますけれども、こちらの DVD の方で、Windows メディア起動します。で、次で今すぐインストール。で、また必要なメディアドライバーがありませんと出るので、前回使った USB を挿しまして、参照で USB で選択して、そうするとインテル RST のドライバー
見えるので選択して次へ。チェックして次へ。でカスタムで、これはハードディスクのレイトで、これは SSD で、でこれは今回増設した2テラの SSD と、このあたりが、Windows インストールした残りなんで、このパーテーションは消去します。そうすると、このようになって、今回はこの2テラの SSD に Windows 11インストールします。次へ。で、あとはしばらく待ちます。はい、Windows 11の方がインストールできました。あとはドライバー CD 入れてアップデートします。はい、では、こちらのクリスタルディスクマークで CFD の M.2SSD のベンチマークを計測します。スタート。はい、結果リードが5003、ライトが4244でした。ほぼ、スペック通りの数値が出ました。これは素晴らしいですね。でプレックスターの SSD レイドゼロの時と比べまして、リードはスピード落ちたものの、ライトははるかにスピードアップできました。ではこちらクリスタルマーク 2004R7 でベンチマーク計測します。スタート。はい、スコアの方が136万4261でした。でこちら SSD のスピードは、このソフトではリードが4235、ライトが3614でした。ベンチマークスコアを比較すると、 CPU は Core i7 12700KF で、グラボが MSI の RTX3060、マザボは ASRock Z690 Pro RS、 メモリは DDR4 で、基本的な構成は変わってませんが、起動ドライブをプレックスター M.2 から CFD M.2SSD に交換したことによって、このようなスコア差がありました。約6万ほどスコアアップしました。で伸びた箇所は、CPU はプレックスターの方が若干上で、メモリーは CFD の方が若干スピードアップしまして、やはりハードディスクのスピードは CFD の方がこのようなスコアアップになりまして、グラフィックススコアも CFD の方が若干伸びたという結果で、このような差になってます。今回は壊れたプレックスターの M.2SSD を CFD の PCIe Gen 4対応の M.2SSD に交換してみました。プレックスターは結構前の M.2SSD でしたが、そのレイドを組んだスピードよりもはるかに速くなりまして、爆速化することができました。ただスピードは速くなったものの、体感では全然わかりません。また 2TB の容量も確保できたので、交換してよかったなと思います。今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。